金縛りかかってる？どうもガンプランナーです。小学生の時って金縛りに憧れたりしませんか？あなたの知らない世界とか、八尾純一さんの番組とか、夢中で見てたあの頃、しまいには同級生でかかったことあるとか言い出すやついたりして、めっちゃかかってみたかったー。で、そんな金縛り、実は高校生の時に1回だけかかったことがあるのんのん。なので今回、金縛りについて解説してみるのん。ポイントは、動かないと言ってもどう動かないのか、力を入れてもびくともしないのか。いやいや、自分の場合、あくまで自分がなったパターンなんだけんども、全く力が入らないのんよ。脳から全く信号がいってないんじゃね、って感じなのんだが、当時月明かりで部屋を見渡せたので、目だけ動く感じ。ほんで、この後お化けくんじゃね、って思ってたんだけんども、何にも来ないで終わったのんのんのん。これが、怖い、一切なしの金縛り実体験でした。これまで全2回、ライゼン9000シリーズから、ライゼン5 9600X、ライゼン7 9700X と、AMD の新 CPU を見てきたのん。個人的には 9600X 推し、TDP が低く扱いやすい。その上で性能十分なんじゃね、と。とはいえ、600番のイメージって回の CPU じゃんってなるじゃん。なので現在どのくらいなのかと、ざっくり調べた感じ。もちろんゲームタイトルや作業内容にもよるんだけんども、インテルで言うとコア i7-12700F がほぼ同じくらいポイン。同じライゼンではライゼン 7-8700F よりもちょい上と、もう今めちゃくちゃ性能高いのんのん。それのもうちょいいやつ、ライゼン 7-9700X。 ほんで、さらにもうちょいいやつ、が、ライゼン 9-9900X。ほんと、もうちょいいやつ。って考え始めると、マジで止まらなくなるんだよなー。あの時もそうだった。ほんで今回は、ついにライゼン 9-9900X を見てみようと思うのん。ほんじゃ一番大事。価格、現在88,800円から、1個下の 9700X にプラス2万で買える。まさにもうちょいいやつ。ちなみに、前モデルライゼン 97900X が発売当初92,500円。これすごない。ご祝儀価格ってところは変わらんのだけんども、スタートが前モデルより安いっていう、関係者の本気を感じる。これは評価すべきポイントだよねん。スペック、アーキテクチャ前後、コア数12コア24スレッド、7900X から特に増えたりはしてないんだけんども、前回の 9700X と比べさすがライゼン9、コア数豪華になるよねん。定格クロック 4.4GHz。ブーストクロック 5.6GHz、L1 キャッシュ 960KB、L2 キャッシュ 12MB、L3 キャッシュ 64MB。 やはり今回の 9900X に関しても、L1 だけが 7900X の 768KB から 192KB 増えとると。ほんでこれ、前回の動画へのコメントでこういうのをいただきました。これね、今思えば全モデルやその前から、こういうコメントは来てたんだけんども、自分は未だに詳しくは理解してなくて、AMD の表記の仕方がこれじゃ紛らわしいという感じで合ってる？まあとりあえず今回もスペック表の通り書いといたのん。メモリー DDR5-5600 まで対応してると、TDP7900X が 170W なのに対し、9900X は 120W と、ライゼン7以下の 65W ほどではないけんども、やはり 9900X も TDP が抑えられてるっぽいん。ほんで内蔵 GPU は AMD ラデオングラフィックスですよと。コア数2、グラフィックス周波数 2200MHz、マザボ。これも毎回お伝えしとります。新しい800シリーズのマザボは9月30日から発売予定っぽいのんで、それより前に買う人は600シリーズで組むことになると、その場合、マザボのバイオスを、上げさ 1.2.0.0A パッチ A にする必要があると。ほんでさらに、現在すでに AM5 環境で PC 組んでいて、CPU だけ乗せ替えるという場合、なんか注意点があるらしいのん。それが、電源プランがデフォルトのバランス、Windows ゲームモードがオン、AMD チップセットドライバーが正しく導入されとることと、しかも、CPU のコア数が変わる場合、チップセットドライバーをアンインストールしてから入れ直すと、できれば Windows のクリーンインストールしてくださいと、めんどくせえ。ただまあこれやらんと。CPU だけ交換でコア数が増える上位モデルにした場合、正しくそのコア数を扱えなくなる可能性があるとかないとかなんなのん。ほんでもって、無事入れ替えが終わったら15分から30分放置してくれと。そうすることで電源プランが適用されるんだと。とりあえずスペックはざっくりこんな感じなのん。
買う理由。まず価格に関しては、これまでと同様にもうちょい時間を置いて、いい具合の金額になれば買いじゃないかと。目安としてはだいたい3ヶ月。これまでの CPU を見てきた感じ、だいたいそのぐらいで良い感じの金額になっとると、金額的には、7900X が約6万3000円ということで、2万くらい下がってからあとは納得できるところで、あんまり待ちすぎると次が来ちゃうので永遠に買えないのん。ゲーム性能に関して、出てるベンチを確認しても、タイトル次第で1万4900件に勝つものもあれば、普通にやっぱ勝てないよねってことも多いのん。なので CPU のゲーム性能に関しては、ベンチ結果の勝ち負けで見るのではなく、性能足りてれば戦績に影響ないんじゃね。ってことで、9600X や 9700X ではなく、わざわざライゼン9を選ぶ理由を考えると、やはりこれ1台でゲームと同時に配信や録画もやる場合、9900X くらいは積んどいた方が安心できんじゃね、と思うのん。これは X3D ではなくこっちを選ぶ理由でも同じことが言えちゃうのん。あと TDP、ライゼン9は上がってるのかと思ってたんだけんどもさ、9900X って 7900X より下がってたんだのん。この性能で TDP 抑えられるのはマジで嬉しい。ほんでもって、約2年前、ライゼン7ではなく同じライゼン9でも 950X ではない、900X 選ぶ理由ってむずくね、という動画へのコメントに、参考になるものがあったので紹介。コアあたりの単価が割安。自分はそこまで計算しないので、非常に参考になるのん。なるほど、ちょうど自分に刺さる。ドストライクが 900X だったと、自分が納得できるというのが一番大事だよねん。そうなんだよねん。出せるギリギリのとこまで出したいけど、他に重要なとこがあるならそっちにお金かけたいよねん。やはり前回の 9700X よりもうちょいいいやつ。として、なかなか絶妙な CPU なんじゃないかのん。買わない理由。価格。スタート時点の価格が前モデル 7900X よりも安いということで、最終的にこれより安くなる可能性もあり、今後性能熱価格と期待値は高いんだけんども、今は高い、ご祝儀価格とかいうものが存在し、しかも割かしすぐに値下がりするもんだから、よっぽどの信者じゃない限り、このタイミングで買う必要がマジでないのん。ただそれも3ヶ月くらいで良い具合に落ちるので、結局買う理由に入っちゃうんだけどのん。CCD また疑問題。これは7000シリーズでもあるっぽいんだけんども、ライゼン9の構造上中に2つの CCD があると、ほんでこの2つの CCD をまたいでしまうような処理が行われるとき、処理性能が結構落ちちゃうよと。これが、9600X や 9700X の動画内で、場合によっては 9600X、9700X の方が処理が早いとなっとった理由なのん。具体的にはフォトショップとか、あと AI を使うプレミアプロの自動字幕生成みたいなもの。ゲームでもタイトルによってまたぎがあるよと。これ、わざわざ高い金出してライゼン9を選んでるのに、弱点があるって引っかからない?だったら性能足りてるし、性能分エンコードとかちょい遅くなったりもするかもだけどん、ライゼン7以下でいいんじゃね?ってちょい思うのん。ライゼン9大関横綱にはどんな相手にも強くあってほしいじゃん。というわけで今回は、ライゼン9900X の買う理由買わない理由でした。まあ買わない理由もあげたけど、価格性能熱期待値の方が高く、ライゼン79700X よりもうちょいいいやつ。として、絶妙な CPU なんじゃないかのん。CCD またぎも自分がやってる作業と被らなければ、特に問題ないしのん。フォトショップもプレミアプロの字幕生成も自分は使ってないのんのの。というわけで、やはりこのチャンネルは皆さんのコメント込みで完成に近づく。改めてありがたいと思いました。本当にいつもコメントありがとうございます。ぜひ次の動画もよろしく。